リュー・エアーズはアメリカ合衆国の俳優。ミネソタ州ミネアポリス出身。アリゾナ大学卒業。バンジョー、ギター、ピアノなどに堪能で一通り弾けたことから、ヘンリー・ハルステッド楽団に入る。続いて、レイ・ウェスト楽団に移り、ココナッツグループへ出演中を、パテシャ幹部のボールバーンに認められ、6ヶ月の契約を結ぶ。1929年に、 映画デビュー、翌年ユニバーサル社に移籍し、1930年の反戦映画、西部戦線以上なしの蝶を追いかけて銃弾に倒れる、兵士役でセンセーショナルを巻き起こすも、キャリア不足のためにスタートはならなかった。1935年に、フォックス社と契約、B 級映画で活躍をする。1938年に、メトロゴールドウィンメイヤー社に移って、 ドクター・キルデアシリーズに出演した。第二次世界大戦勃発と同時に、西部先生異常なしに出演した経緯から良心的参戦拒否を宣言し、さらには映画出演も拒んで直接の戦闘を避ける看護兵に志願する。しかし、当時の世相ではエアーズの行為は許されず、工業主も主演映画をボイコットしファンも彼のことを見放した。 1946年に映画に復帰。しかし、その後も戦争映画に出演することを拒否し、ワーナーブラザースと結んだ長期契約も出演作はわずか2本だった。自ら半引退と称し、後年の散発的な映画出演の傍ら、宗教活動にも没頭し、宗教ドキュメンタリー制作にも力を入れる。1960年代からは、 テレビドラマへの出演が多くなり、俳優としての活動を本格的に再開した。1996年、ロサンゼルスで死去。結婚は3回しており、最初の妻とは1933年に離婚し、その年に、ジンジャー・ロジャースと再婚。1940年に離婚した。1964年にリアナ・ホールと再婚し、エアーズが死ぬまで連れ添った。ありがとうございます。